何も聞こえないけどな。コレットは天使としての聴覚機能をまだ持っているのね。やっぱり足音です。あと鎧の音、たくさんいるみたい。あっちから聞こえるよ。まずいな。あっちはアルテスタが住んでる方だ。まさかさっきの連中の仲間か。コリンを偵察に向かわせるよ。メルト卿の下水道にいたやつだ。次から次へと強行のやつ。そんなに俺様が邪魔かっつ。私はお前たちと戦うつもりはない。その娘と話がしたいだけだ。プレセアと？冗談じゃない。僕らの命を狙ってたくせに。他の者たちは知らないが、少なくとも私はお前たちの命など狙っていない。私が命じられたのはコレットという娘の回収だ。私？今はお前たちに危害を加えぬプレセアと言ったか。その娘と話をさせてくれ。エクスフィア、お前も被害者なのか。プレセアが危ない。何が何だかわからねえけど、とりあえずあの男を止めよう。来るか。ならばやるしかあるまい。新発見だ。やらせん。必要がありそうね。捕虜に。シーナ、たくさん兵士がいた。みんなこっちに向かってる。急いで逃げて。
レットの耳は正確だね。まずいんじゃねえのか。でもこのまま戻ったって強行騎士団がいるだろう。仕方ない、瑞穂の里に案内するよ。おいおいおい、シーナ、瑞穂の里は外部に秘密の隠れ里なんだろう。だけどこのままじゃ挟み撃ちだよ。里に逃げ込むしかないだろう。そうだな、頼むよシーナ。じゃあゼロス、そのでっかい男を運んでくれ。俺様が？こんな大男、俺様一人で運べるかっつの。私手伝うね。ゼロス一人じゃ大変だもの。コレットちゃんは優しいな。同じ巫女同士だもんな。軽いみたい。私一人で大丈夫だよ。そう、昨今の男性と来たら嘆かわしいこと。ほら、とっとと行くよ。瑞穂って里は森のどこら辺にあるんだ？そいつは言えないよ。どうせもうすぐ着くんだから我慢しとくれ。相変わらず瑞穂の連中は秘密主義だな。独自の文化を守るためだよ。嫌ならあんたはガオラキアの森で待ってるといいよ。冗談でしょ。死の森に置いてきぼりなんてごめんだぜ。ガオラキアの森に一人残った場合の生存確率25%。 嫌なこと言わないでよプレセアちゃん。大丈夫だって、ゼロスって殺しても死ななそうだぜ。同感。チッ、美男薄命って言うだろ。用法ミス確認、訂正の必要あり。プレセアちゃん、シーナ、外部の者を里に招き入れるとはどういうことだ。ああ、処罰は覚悟の上さ。副統領に伝えてくれ。シルバラントの仲間を連れてきたって。シルバラント？キコーラは衰退世界、シルバラントの人間か。俺様は違うけどな。分かった、シーナ、お前は俺と来い。キコーラは統領の家の前で待たれよ。
目が覚めたみたい。ここは？あんたは俺たちの捕虜だ。暴れたりするなよ。状況もわからないままやたらに暴れるような不粋者ではないつもりだが。シルバラントの旅人よ、入られよ。はい。我らの頭領イガグリローは病のため、この副頭領タイガがお相手つかまつる。シーナがお主らを殺せなんだことによって、我らミズホの民はテセアラ王家とマーテル教会から追われる立場となった。そんな。間違いない。そのような話になっていた。そこで問いたい。シルバラントの民よ、お主らは敵地テセアラで何をするというのか。俺もずっとそれを考えてた。ある人にテセアラまで来て何をしているのかって聞かれて、俺はみんなが普通に暮らせる世界があればいいって思う。誰かが生贄にならなきゃいけなかったり、誰かが差別されたり、誰かが犠牲になったり、そんなのは嫌だ。お主は理想論者だな。テセアラとシルバラントは互いを犠牲にして繁栄する世界だ。その仕組みが変わらぬ限り、何を言っても詭弁になろう。だったら仕組みを変えればいい。この世界はユグドラシルってやつが作ったんだろ。人やエルフに作られたものなら俺たちの手で変えられるはずだ。まるで英雄ミトスだな。気高き理想主義者、決して相入れなかった2つの国に共に生きていく方法があると悟し、古代大戦を終結させた。お主はそのミトスのようになれるというのか。俺はミトスじゃない。俺は俺のやり方で仲間と一緒に。なるほどな。古いやり方にはこだわらないというわけか。では我らも新たな道を模索しよう。副頭領、まさか。我らは我らの情報網でお主らに使えよう。その代わり、二つの世界が共に繁栄するその道筋が出来上がった時、我らは我らの住処を
シルバラントに要求する。要求するって言ったって、俺に決定権があるわけじゃ。なーに、我らミズホの小さな引っ越しをお主らが手伝えばそれでいいのだ。みんないいか、ミズホの民と組んでも。それで二つの世界の関係が変わるなら、まあ、悪い取引ではないわね。さっさと話をまとめてプレセアを助けてあげようよ。俺様はテセアラが無事なら、あとはお前らの好きにすればいいと思うぜ。よし、決まった。俺たちも二つの世界を変える方法を探す。協力しよう。ではシーナには引き続きロイド殿の同行を命ずる。ただし今度は監視役ではないぞ、連絡役だ。はい。しかしタイガさんよ、そうすると完全に王家と教会を敵に回すぜ。ではミコ様にお尋ねしよう。二つの世界の片方を犠牲にする勢力と、二つの世界を生かそうとする勢力、巫女様ならどちらに疲れる？有利な方と言いたいが、まあ普通は生かそうに力を貸してやりたいわな。そういうことです。当面我らはレアバードの発見に全力を尽くします。幸いシーナがレアバードに式紙をつけていたようですので、そちらからたどればすぐに発見できましょう。わかりました、よろしくお願いします。本気なのかね。あんた、名前は？リーガルだ。リーガルか。あんたには悪いけど、もう少しこのまま捕虜でいてもらうぜ。ライド君よ、このおっさんにも戦わせたらどうよ。裏切るかもしれないのに。プレセアちゃんに用事があるんだろ、おっさんは。だったらチビちゃんから話が聞ける状態になるまで俺たちに危害は加えないんじゃないか。そうね、悪くないアイディアだわ。レイさん、うさんくさい気もするけど、まあいいさ、私も最初は敵だったんだし。ということらしい。よかろう、我が名とこの手の戒めにかけて決して裏切らぬと誓う。少しでもおかしいそぶりをしたら黒焦げにするからな。じゃあよろしくお願いします、リーガルさん。レアバード、うまく見つかるといいね。瑞穂の情報網は伊達じゃないよ、きっと見つけ出してくれるはずさ。
瑞穂の情報網はマジすごいらしいぜ。テセアラ中の財宝のありかを知ってるって話じゃねえか。そうさ、私たちが本気を出せば調べられないことなんてありゃしないよ。そっか、頼りになりそうだね。ああ、テセアラ中の女の子のスリーサイズ調べてくんねえかな。アホミコ！よっ！リーガル、あんたなんでそんな手枷をつけてるんだ。これは我が罪の象徴。手枷が象徴する罪。うん、わかった、手枷泥棒だな。あれ違ってた。じゃあ周りの人に手枷をつけて回って迷惑をかけたとか。すまない、もう少しわかりやすく話してやればよかったな。Thank you.